はい、皆さんおはようございます。今日は12月30日朝6時12分です。今日もですね、ジンバルの調整、私ねこの1年間ずっとやってましたが、このね深夜やっておりました。今日はですねこちら、ご覧ください。私ソニーユーザー、ソニー信者というかソニーユーザーなんで、まあ、普段ねこの、まあ、富士のカメラっていうのはね、たまにお客様から送られてきて、まあこうやって拝見するんですけど、このカメラすごくかっこいいですね。カメラの名前はこれ書いてありますように XT20 というカメラで、レンズがですねちょっとピント合ってないね、18から55ミリのレンズです。はい、すごくねレンズとこのボディの一体感があって、いやー素晴らしい。私のやつじゃなくてこれお客様のカメラです。はい、でこれねピッチモーターに書いてありますように、これね、パイロットフライトラベラーのジンバルです。ピント合ってないね。はい、で今ね、まあ、収録をしております。まあ、先ほどまでですね、まあ、かなり時間かけてですねこのジンバルの設定最適化サービスっていうのがありまして、うちでね、はい、まあ、優勝なんですが、それでこのジンバルにぴったり合うようにね、この XT20 が、ちょっと私喋らずにねシーンとしますよ。音が鳴るかどうか、モーター音とかね異音とかが鳴るかどうか、ちょっと待って、僕のねこの座ってる椅子のきしみ音がいきます。はい、まあ無音ですよね。雨の音がちょっと聞こえますが、はい、しっかり調整できました。まあ私もねこれずっとやってるんでね、はい、この作業ずっとこの1年間、まあ1年間どころじゃないな、2017年、私が開業当初6月ぐらいからずっとやってます。まあ、相当の数やりました。はい、で、今回はねこの富士の XT20 でね、やっぱりね前回もちょっとお話したんだけど、あのパイロットフライのジンバルはね、これと似たような、まあ、ちっちゃいジンバルっていうのが、まあ、最近いろいろ出てるじゃないですか、各社からね。だけど、まあ、やっぱ思うのは保持力がねやっぱり強い、すごく、うん、他メーカーのジンバルに比べておそらくねこの保持の踏ん張りがねものすごく強いっていうのと、まあ、あとね、まあ、ずっと言ってることだけど、この動きの滑らかさ、ジョイスティックの時の滑らかさもそうですし、普通、まあ、何が滑らかかっていうと、普通ジョイスティックとかで動かすとギーガタッギーガタッギーガタッってね、こうロボットが動く、まあ、最後にピタッと止まるっていう、まあ、そういう動き方をしがちなんですけど、このジンバルっていうのは最後ほら手離す、こうやってこうやって離す、最後じわーっと収束してくれるっていうね。だからこれ映像で記録した時にすごくいいんですよ、これって。その辺のところをねすごく考えていて、でこのフォローの動きもそうですね、はい、最後じわーっと収束していきなりピタッて止まるんじゃないっていう、うん、そこがねやっぱりこのジンバルのいいところです。とにかくね撮れた映像が綺麗、撮れた映像が綺麗っていうのがパイロットフライの特徴なんで、まあそこをぜひね、まあ実体験していただきたいなということを思います。はい。うん。まあいろんなね、ジンバルが、まあ、今年出てきたと思うんですけど、まあ、結局ね、見ていただきたいのは、まあそれで撮った映像ですね。映像。映像素材。ね、映像素材。今特にさ、その、まあ、いろんな便利なジンバルが出てきて、で、それで撮った映像で、ほら、まあ、特にね、その、トランジションとか、まあ、その、要は、後加工の世界ね、後編集の世界で、結構、ブレブレの素材でも、なんかこう、なんとなくよく、いい感じになっちゃったりとかするじゃないですか。
で、ああいうのは、ああいうので、その後編集のスキルっていうのは、もちろんね、もうブレブレのやつでもすごく逆にいい感じで持っていけるっていうスキルっていうのは、まあ、あるに越したことはないと思います。はい。ただ、まあ、昔ながらのね、あの、ビデオのその、まあ、なんていうかな、こう、昔ながらのそのスタイルというか、昔ながらの、なんていうのかな、まあ、基本というかね、基本、ベーシックな、はい、部分っていうのは、どんだけその編集スキルとかテクニック、後加工っていうのがどんだけ今後進化しても、そこの基本スキルとか基本の技量っていうのが、まあ、構図とかも含めてね、撮り方とか含めて、やっぱできてないといけないのかなって、うん、思っています。はい。だ流行りは流行りでいいんですけど、で、それでね、どうしてもその、なんとなくこうよく見えちゃってるっていうところがあるんですよ。新製品が出てサンプルが出ましたとかってなった時にね。はい。なので、まあその映像素材を撮る上で、まあ、やっぱりその後加工、後編集っていうのももちろん大事なんですけど、その撮った素材がどうかっていうところ、ここにやっぱり注目していただきたいなって思うわけですね。その素材っていうところにこだわる。素材さえ良ければですね、後からそのまあ編集でより良くなる可能性もありますし、はい。まあそのままその、流行りの編集とかをしなくても、そのまま、何ですか？物撮りというか、そのままこうくっつけたような編集とかでも十分人って感動させられると思うんでね。はい。むしろ、まあ装飾的な後加工の編集があると、なんかこう安っぽくなってしまったりとか、うん、まあ流行りっていうのはさ、いずれやっぱ廃れていくから、うん、流行りっていうのはこう流行ってまた廃れて、でまた違うものが流行ってまた廃れて、で最終的に、まあ、その流行り廃れっていうのをこうさ、ウェーブがこう繰り返して何が残るのって言った時に、まあ、やっぱり基本オーソドックスの部分だと思うんですね。はい。だからそのオーソドックスの基本っていうところは、まあ、私もどんどん磨いていきたいし、失いたくない部分かなって思います。はい。で、そういう映像との、まあ、向き合い方、付き合い方、一過性じゃなくてね、一過性のブームじゃなくて、まあ、長く付き合っていく上で、はい。まあ、その素材をいかに、まあ、なんだろう、まあ、精度よくね、安定して撮るかっていうところ。はい。目新しいスペックとかね、なんちゃらモードができるとか、そういう目新しいものは、ないんですが、そのスペックでこう記載する数値とか文言とかではちょっと測れないようなものっていうのをこのパイロットフライジンバルは持っていると思います。はい。ですので、まあ非常に小型ではありますが、まあアドベンチャー譲り、今までのパイロットフライの製品譲りというところがあって、まあやっぱりパイロットフライのそのコアなファンっていうのがね、未だに、まあ、たくさんいらっしゃるということは、まあ、本当、うなずける部分なんじゃないかなと思います。はい。ああ、腰が痛い。僕ね、今月というか、この年末年始ね、まあ、天体なり、ジンバルなりの撮影に、まあ、行くイメージでいたんですよ。特に天体ね。だけどね、腰が痛くて、まあ、今まだマシなんですけど、特にね、起き上がった時とかにね、立ち上がったりとかこう座ったりとかっていうのがね、もうほんと一苦労で、今普通にこれ喋ってますけど、もうほんとね、体調最悪の状態です。で、動けないし、歩きもすっごく遅い、時速2キロぐらいだから、もうあんまり動けない、家の中でも動けないから、ちょっとね、体重が1キロ2キロ増えました。はい。まあちょっとなんか外食が続いてるっていうところもまあ原因なんですけどね。はい。ちょっとダイエットというか食事の制限というか、はい、まあ、あんまり食べ過ぎないようにね、この、年末年始気をつけたいと思います。はい。そんなわけでちょっと残してしびれるレントゲン撮ったけどね、全然骨はまっすぐでした。まあ神経に触ってるんでしょうね、きっとね。はい。ちょっとヘルニア持ちなんで。はい。そんなわけでね、今日はですね、こちら富士のね、非常にかっこいいなって思ったこの XT20 っていうカメラね。下に何かこう、下駄を履いてますね。下に何か履いてます。うん。多分、オプションで付けられたんでしょうね。はい。と、パイロットフライトラベラーの組み合わせで、まあ、非常にこう、滑らかで、まあ、その、
ベーシックなところ、ベーシックなそのいい素材を取るためにね、いい素材を取るために、うん、ジンバルのサンプル見るときはご注意ください。うん、編集でいろんなことができちゃうから、手持ちなんならもう手持ちとかで撮ったって言っても編集ですごくいい感じに見せれる今時代なんですよね。はい、それぐらい編集っていうのはすごく今自由度が高いので、まあだからねちょっと見失ってしまいがちなんですが、はい、この基本素材っていうのはすごく大事だし、まあその基本素材を得るために、まあ、こういういいジンバル、ね、ジンバルの本当に基本性能がしっかり備わったジンバルっていうのをぜひねチョイスしていただきたいなというところで、終わっておきます。はい、そんなわけで本日は以上になります。ありがとうございました。